どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク、最強降臨10日討伐クエストの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。前衛は調査部隊、フェスゲンですね、ムツキに、後衛はプレミアムさんのムツキ通る眼帯のナイフ使いですね。誕生日のオークションムツキを連れて行ってもいいんですけど、あいつがちょっとフリ属性なんで、今回はこの2人だけで、行きたいと思います。では行きましょう。さあこれフェスゲンのムツキはどれだけトウカちゃんの攻撃を受けてくれるかにかかってるんだけど、まあ、1ターン目はね多分ねブレイクできないから本当にこのムツキムツキのさこのポテンシャルをさ頼むぜ避けてくれよ。避けるんだ、意地でもトウカちゃんの攻撃を避けるんだ。君のそのアビリティの回避率 30% アップを信じてる俺は。3回4回ぐらい避けて、1、2、避けて避けてもっと避けて、3避けてもっと避けて、いやー微妙いめっちゃ削られた。でこのターンは確実にブレイクして、でこの回復したいんだよね、後ろに下げてこいつをザンザン OK。で次のターン覚醒したいし、ちょっとこの減り切った HP を回復したいから、このターンとりあえず後ろを避けてこのプレミアムさんのムツキに耐えてもらう。でプレミアムさんのムツキはフェスゲンのムツキと違ってガード率をアップさせるんだよね。こいつはフェスゲンのムツキは回避率なんだけど、でここでねこいつがどれだけ持ってくれるかによる。ガードガードいいね、これもガードしてくれ頼む。 OK、 ガード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 してくれ。こいつ熟練度が 20% でちょっと若干ねスキルの内容が心もとないんだけど、いいねいいね持ったね。でこれでフェスゲンのムツキはだいぶ回復してこのターン覚醒していく。でこうやってね互いに回避ガード回避ガードを使いこなせて互いの HP をシフトしてね回復しつつ持たせていきます。これがムツキの戦い方です。さあこのターンは終わりかな。とりあえずこのターンはこのフェスゲンのムツキにかわしてまた後ろのムツキを回復してもらわないといけないんだ。かわせかわせ、オッケーオッケー、うわめっちゃかわせ、やばいこいつまさか死神かこいつまさか死神か。でこのターンはこいつを確実にブレイクしなきゃいけないんでシフトを2回使ってフェスゲンのムツキで確実にトウカちゃんをブレイクしていく。いいね、さあ流血しな。でこれでトウカちゃんは流血状態と。これもう一回スキル打てるかな。これスキルゲージ増加量2倍だしコンボも乗ってるからいけるような気がするんだけど、いけるねいけるね。で次だよな。オッケーオッケー、倒せたわ倒せたわ最後の1で。危なかったな、強かったなこのトウカちゃん。まあこのムツキコンボがねなかなか良くない。プレミアムのムツキをね熟練度 100% したいんだけどなかなかガシャから出てくれない。ムツキだけ知らずも出てくれないな。というわけで今回は最強降臨10日討伐クエストのこのムツキコンボ俺が編み出したこれムツキコンボどういいでしょう。この回避をアップさせるフェスゲンムツキとガードアップさせるプレミアムムツキをこう前後に交代させながら互いに後衛のムツキを守りながら前線のムツキがこう壁になって戦うっていうなかなか楽しいパーティーでした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。